有限会社大阪ユニオムの北村裕二と申します。大阪府堺市中区にて学校制服、体操服、帽子、靴、給食エプロン等の学校医療の販売、会社制服の販売をしております。何かお探しの商品お困りごとがございましたらご連絡ください。皆様の役に少しでも立てれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は9月の9日の木曜日ということでですね、大阪堺のは曇りのち晴れて出てますかね。最高気温が30度で最低気温が22度、降水確率は 30% ということですけども、ちょっと今雨止んでますかね。ちょっとね、まあ昼に向けて天気が回復するみたいなんでちょっと期待したいなと思います。もう早いですね。9月も入ってもう9日ということでね、なんかもうあっという間な感じですけどもね、だんだんちょっと秋に近づいてきて、朝晩ちょっとね涼しくなってきた感じがしますね。まあ、このままどんどんねちょっと過ごしやすくなっていっていただければなと思っております。ですね、まあ、当店の方もですね、また秋に向けて、中学校制服の販売と、あと当店で購入いただいた制服の修繕の対応ですね、あと小学校関連の、体操服とか帽子とか靴ですね、こちらの方の販売ですね、あと、会社の制服の、販売の対応もしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。営業時間の、まあ、10時から7時までとなっております。あと手洗いうがい感染症対策ですね、こちらのも気をつけながらお店の皆様のご来店をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。早くやってほしいですね。よろしくお願いします。